エスダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。エスダーツオフィシャルプレイヤーの山田裕貴です。エスダーツアンバサダーの坂口幸恵です。エスダーツオフィシャルプレイヤーの大城あかりです。エスダーツアンバサダーの岩田夏実です。本日は僕ら4人でゴメチュ2とゴメチュ2フュージョンとロメカリの、紹介と X のそこで募集した質問に答えていきたいと思います。本日の撮影日なのですが、祭り夏祭りの2日間の後の翌日の月曜日になっていまして、ちょっと私は声が枯れているんですけれども、そちらの方はご了承ください。はい、パーフェクトやザワールドやダーツ祭りのイベントの後で皆さん少しお疲れですけれども、はい、頑張って、撮影していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。お願いします。お願いします。質問コーナー。 S ダーツの公式 TwitterX で募集した質問に答えていきたいと思います。今回 S ダーツで募集した中で、過去最大の応募数だったそうです。たくさんの質問をいただけて私たちもとても嬉しいです。皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。ノブさんからいただいた質問です。大城あかり選手に質問です。現在パーフェクトで活躍されてますが、ジャパンへの移籍を考えられたことはありますか？またジャパンに興味はありますか？はい、考えたことは正直ありません、うん、移籍をってこと、うん、はい、移籍を考えたことはありません、うん。興味はありますかという質問に対しては興味はあるので、ジャパンの、ライブ中継は毎回見てます。はい、嬉しい、はい、見てます。はい、なので、なんかこう動画、私も逆にこう撮影をしてて、あ、動画の人たちだっていう感じなのが逆にしてます。はい、見てる、見る、逆に見る、パーフェクトですか？見ますね。見る、見る、なんかもうそのためだけにフェイスブックをずっと続けてるみたいなのまである、動画まで見ます、見ます、中継も見ますし、ずっとではないですけど、やっぱその知り合い、まあ、あの知り合いのプレイヤーもやっぱいるので、パーフェクトには見ます。俺ね、結果だけ見る。あ、途中結果とかも見る。どこまで誰が勝ってるかは見る。試合は見ない。その先を見たいから、気になるから、もうパッてすぐ終わる。あの更新のボタンを押しながらこうパーフェクトとか、試合は見ないけど、誰がどこまで勝ち上がってるかみたいな。試合を見ない理由はあるんですか？そうね、あんまり興味ないかも、試合の内容には。誰が勝ったかが知りたい。あ、なるほど。誰がどこまで行ってみたいな。ヤッパさんとかもともとやっぱりいらっしゃったから、まあ、こういう感じの戦いがあって、こういう結果になったんだろうな、みたいな。そう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 、だからなんか飛ばしても良さそうな感じ。でも結果は知りたい。あ、気になる。気になる。飛ばしても良さそうな感じ。強そうな感じ。はい。ここはまあ。以上です。以上です。はい、次の質問です。そのまんまさんからいただいた質問です。岩田選手にお聞きします。岩田選手のコラボ発表ツイートで大城選手のことをダーツ界の天使と書いていましたが、だから隣にいる山田選手と坂口選手はダーツ界の何だと思いますか？ちなみに岩田選手自身も何か知りたいです。これからも応援しています。怪我のないようご自愛くださいとのことでした。はい、ありがとうございます。でもなんか、まあ、これ、まあね、みんながこう思うような、まあなんていうだろう、ビジョンというか、そのキャラクターはあると思うんですけど、うん、まあ、ヤンマーさんはダーツ界の、まあ、自由人みたいなイメージかな。うん、
悪い気はしないですね。役とかも好きだし、なんか結構本当マイ、まあ、マイペースというか、だいぶね、そうっていうイメージですね。ありがとうございます。ゆきえちゃんは、まあ、これはもう私はもう最初からずっと思ってたんですけど、ダーツ界のムードメーカーかなって。そうなの。そう、なんかゆきえちゃんがいるところは大体明るいなとか、ゆきえちゃんがしょぼんとしてはみんな、しょぼんとして、まあしょぼんとするっていうか、なんか結構中心にいる人物かなって。と思います。そうなんだ、知らなかったでもなんかこれってね、人がこう思うキャラクター像だから、うん、あんま自分じゃ分かんない、まあ、でもそうなんじゃない、ムードメーカーって分かんないんじゃない、自分がムードメーカーなんて。確かに私ムードメーカーですとは言わないですね確かにだから、まあ、確かに言わないけど、あってそうよね、うん、まあ確かにそうだな。ありがとうございます。これでそして私なんだと思う逆にね確かに、そうですよね、自分で言ってるっていうね、あれやろ、あーちょっと待って、違う違うナーセスト怖い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 ちょっと待って、いやいや、ちょっと待って、それやめとこなんか、これいいですか、ちょっと止めていいですか、止まってる、だから前のバレルの話、名前よりも思いついてしまって、バレル名前、それ言ったらいけないのかな、うん、あれ天真爛漫じゃなかったっけ違う、そんな俺の出してません、あ、そんな百花繚乱、じゃあ天真爛漫じゃないちょっとそのイメージ的なもので、百花繚乱だったら全然違う、百花繚乱だよね、百花繚乱天真爛漫だと思うと違う、あ、違った、違った、全然なんか4文字の漢字で、あ、前のバレの名前とか出したらまずいのかなと思って、あってもなかったし、あってもなければ、汗拭いていいですか、汗拭いて、暑くて、暑くて、今のでじわじわまた、またボタボタ、もう、なっちゃう、なんだと思います、いや、なんだろう、でも全然本当にごめんなさい、あの、謝られた先になんか蝶々とかお花とかそんなイメージがあります、私は。いやでも私もそれはなんかまだまだ違うの、このイメージ、いや違う、でも違う、なんかそれからそのだからなんか美しい系のイメージがある、え、本当に、そう、でもやっぱ知ってる人は知ってるけど、なっちゃん本当にマジでビール好きなんですよ、あ、飲んでみたいなビールそっちのイメージもあるから、集約するとビールビューティーやね、わかんない、俺も言いながらビールビューティー意味が分かんかった、ごめんごめん、全然意味が分からない、ダーツ界のビールビューティー、うん、ビールビューティー、それで行こう、それで行こう、うん、初めて聞いた、いや俺も初めて行った、人生でビールとビューティーを合わせて初めて誰かがいつかビューティーっていうビール出してくれる、じゃあ、あの、募集しよう、募集しよう、募集しよう、え、これずっと続いてます続いてじゃあ、まあ、もしよかったら、あの、そうですね、コメントとかでいただけたら嬉しいですはい、以上です、以上です、はい、続いての質問です、アンディさんからいただいた質問です。坂口ゆきえさんへ、試合中などで手をグーにして口の前に持ってきているのを見かけるのですが、あれは手に息を吹きかけているのですか、という質問です。これね、これ寒いんやろ、ダーツしてる時、手が冷たくなるんですけど、あ、分かる分かる、冷え性で、で指が冷たくなると、ちょっと感覚が、うん、折ってる時は感覚がなくなるんで、いつもこうやって、それで温めてるんですけど、真冬とかするよ、緊張してる時とか手始めになると温める、でも頻度が多いんやろ、ね、多いです、めっちゃ左手で持ってる間のダーツも温めたいから両方一緒にこう、あー、ダーツごとね、そうです、はいはいはい、一緒にこうふーって、まあまあ、すげーわかる、ダーツだけ冷たいとなんかちょっとすごい違和感感じる、そう感じるから、手だけめっちゃ温かいのに、うん、ダーツ冷たいみたいな、ちょっと嫌だ、もう冷たいのが嫌、確かに、全部ここら辺が、もともとそのコロナになる前、うん、その指舐める癖があったんですよ、コロナの間で、ね、やっぱコロナ的に舐めるの良くないし、うん、マスクもつけて試合しなくちゃいけないとなって、うん、マスクをしててもできるやつ 何があるかなって編み出したのがこれ、うん、あ、なるほどなるほどでも結構本当、まあ、ゆきえちゃん頻度が多いけど、いろんなプレイヤーよくよく見たらやってるよね、全然やると思う、だってやっぱ冷たいの嫌だもん、手が、いや、わかる、めっちゃわかる、やる、結構やる、片手じゃなくて両手でやるから、なんか可愛こぶってるのとか言われるんですけど、あ全然違うかな全然違うかな
なので、これはもうただ温めるだけ、手とそのダーツを温めるだけ、こうふーってやってる、うんうん、乾燥してる時もなんかそう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 、こう しっきりさせるみたいなのにこうふーふーってやるやる、全然、うん、ただそれだけのためにやってます、うん、はい、以上です。はい、次の質問です。はじぼうさん、はじぶーさんからいただいた質問です。山田裕貴プロに質問です。ヤンマーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ダーツの試合中継や動画をよく見ていると、馬を出した時や局地でのナイスアウトのサインなどに口ずさんでるように見えるのですが、何と言ってるのですか。よろしくお願いいたします。局地、まあ、あのギリ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 いいプレーしたとか、まあ、ワンチャン決めた時とか、うん、シャーみたいな感じじゃないのかな、うん、でも口ずさんでるってことは多分ブツブツブツなんかシャーなんか、あー、そうね、1回で終わってないけどね、口が動く、結構上の方に行った時かもしれない、まあなんかちょっとこうなんだろう、こう高揚しすぎの抑える言葉を言ってるのかもしれないです、自分そういう時、リーダーってした時、例えば何ですか。いや、次があるからまだみたいな、まだまだと言いながら抜いてるのかも。ナイスアウトした時とか結構しますね。まだ次のレグが続いてる時とか、落ち着け落ち着けみたいな。そうそうそう、あのね、あまりにもこうめっちゃ同じ、なんだろうな、ゾーンに上がりすぎると今度外すんですよ。いやー、なんかあとしちゃ分かります。プッシュ行かずにクローズ行ったりして、うん、ああちょっと冷静になれる、そう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 、ちょっと調子に乗っちゃう、そう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 、だから調子に乗らないようにしてる時に。チーズサンデーとかって、ね、うん、でもなんかすごい気持ちわかる、わかる、めっちゃわかる。取られたりするんですか。高校でせっかくハイ飛んで取ったのに次先行のクリケ取られるみたいな、ツーマックスタートして、そう、うん、やってるわ、次みたいなのは言うかもしれないですね、うん、そういうのだろうな。じゃあなんか意外とこう自分を落ち着かせるようなことを喋ってる、無意識に言ってる、うん、多分そうだろうね、うん、無意識なんだろうね。言葉が長いかも、そっちの。なんかこう自分を勢いづける時とかもシャーみたいな心の中で思ってるから、うん、そんな時多分もごもごしないよ、多分。あ、うん、私もめっちゃ同じです。自分でもなんかこうもごもご、独り言と喋ってる感じで、だってダーツやってる自分と自分で喋ってるみたいな、そうそう、うん、何やってんだよとか普通に言うし、まだあるまだあるとか、ね、そうそうそう、めっちゃ言います、ね、全然思います。ちなみに本当似たような質問なんですけど、うん、あかりちゃん、うん、試合中とかになんかたまにニコってするじゃないですか、どういう心境なんですかその時は。あれじゃないの、でもあれじゃないの、めちゃめちゃ打ってほしいなと思って打たれた時にニコッとするみたいな。そうなの。あ、でもあるかもしれない。ほら、楽しいかな。そうそう、相手が打っても楽しいし、うん、自分が打っても楽しいし、で、うん、その試合を多分楽しんでるから多分笑っちゃうんだと思います。あ、でもすごい、マジか、ここで何出すかっていうなんかこの笑い、いや、めっちゃ分かる、対戦相手に対してそうだと思います。いいダーツって思ってワクワクする。そうそうなんですよ、これ返さんときついよなっていう笑いもあるし、うん、あ、そうとか、そういう楽しんでるから出てしまうんだと思います多分、うん、あ、そう、認識です。なんかいろんなね、なんかその表情の出し方ってあるもんね。私はもう極度に緊張した時に笑いが出てきちゃうってなります。極度に緊張した時に、初めて決勝行った時とかもずっとお前緊張してるわ、やばいね、笑ってましたけど、そういうのはありますね。あかりちゃんはなんかその試合の時に結構ちょっと気になる、ヤンマーさんと喋ってるのと試合中のその感じちょっと気になって、なんかすごい、でもあかりさんなんかやっぱダーツってか試合を楽しんでるなっていうのがあるから、取りに行くときにちょっとるみたいな時が あれ楽しんでるみたいな、楽しすぎて、やっぱ絶対よっぽど入る気しかせんとやろね。いや俺もやっぱそんなルンルンだもん、やっぱ入る気しかせんと。いやすごいなんか雰囲気で分かるというか、試合全体の流れを楽しんでるんだろうなみたいなのがやっぱすごい分かる。いいことですね。いや本当いいことだと思うよ。いろんな選手がいるのでぜひ参考にしてください、皆さん。本当に以上です。シャンパンなおさんからいただいた質問です。4人ともとてもおしゃれで自分に似合ってるファッションをしている感じがするのですが、ファッションへのこだわりなどはありますかという質問です。はい、どうする、順番にちょっと順番
え、こだわり？こだわり。まあなんか、まずこだわりか。自分に似合うやつを選んでるんじゃない？似合うやつ。自分に似合うやつ、自分的にね。自分が好きなやつを選んで、着、うん、てる、うん、そうだ、まあ。そうだと思いますよ。なんかこう。誰かに見られてるみたいな感覚があんまないような気がする。だからなるべくなんかそのお休みの日はなんかダーツって基本 T シャツにジーパンみたいな、なんか男性はそういうファッション多いと思うんですけど、まあ、本当にオフの時はちょっともうちょっと好きな服着たいなと思って着てることはあるけど、そうでもなんか好きと似合うは全然違うから、まあまあ そこはちょっと悩むよね。うん、サンダルかな。サンダル履きたいっすよね。なんかダーツの時って履けないイメージ、うん、あー、そうそうそう、まあ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 、めっちゃ休み感出るよ。サンダルこだわりあるんですか？いや、話になりたいだけ。なるほど。なんかこう休みっていう、なんかどこかにもいた気がする。会場ですぐ靴脱ぐ人いますよね。いやでもわかる、すごい気持ちわかる、うん、終わった感あるもん、うん、脱ぐの。まあ、何かファッションの話。そうだよね、喋ろって話よね。喋りまかりちゃんのこだわり聞きたいね。いやいや、こだわりは本当正直特にはないんですけど、持ってる服の色で言うと、うん、極端な色が多いです。黒、白、赤とか、そういう原色、うんうんうん、か中途半端な、こうなんかちょっとした あとパステルカラーパステルカラとか、こう淡い色とかはあんまり自分ではこう好んでは買わないかもしれないです。原色の方が多いかもしれない。でも肌白いから似合う、映える、すごい。原色とかも、じゃあね、当たってるかもしれない。当たってるか、もう外に出ないの。沖縄の人とかなんか黒くなりそうだけどね。山さん真っ黒ですもんね。うん、いやこの九州で別にそんな、まあ、毎日外にいるわけじゃないよ。ちょっとこうプールとかそういうのに行くだけでこうなるのに、うんうん、すごいよね。絶対外出てないよね。出てないです。ああね、夜行性ってことで絶対出てない。出てない。痛いもんだって、沖縄の日差しとか、うん、痛いよね。違うよ、なんか強さが、あの火傷みたいになっちゃうんでね、うん、気をつけた方がいい。日差しがすごいそう、ね、出たくない。私沖縄行ったらすぐもっと焼けそうかも。あれで焼けとか、あ、行って、あ、いや沖縄には行ってないですけど、あ、うん、外行ったら絶対焼けるって。もうすげえ話しそうね。ケイちゃんは何か。ファッションへのこだわり、いやもう自分が好きなの着てるだけ。みなとさんからいただいた質問です。いつも放送を楽しく視聴させていただいております。皆さんはこれまでにご自身のバレルやグッズなどを販売されていますが、今後こんな商品を販売したいとかはありますか？Sダーツさんならきっと前向きに商品化を検討してくれるはず。ね、はず、なんかもう採用されそうですもんね、この人。もはやそのためにこの質問を選んだ、うん、これ S ダーツの方が質問したんじゃないですかっていうぐらいのもう。いやー、なんかありますか？すごい個人的なことを言えば、なんだろう、冷たいのもあったかいのも対応してるタンブラーが欲しい。あ、ちょっとわかる。ちょっとハイスペックなやつやな。そう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 、会場、そう、汗もかかないで、会場に置いてあるやつよりもちょっとハイスペックなね。そうそう、なんか氷も入れて溶けないし、あったかいの入れてても割れにくい。そう、割れにくいし、汗かかないし、ちゃんと蓋がしてるみたいな。なんか出てきました。何ですかこの。あ、そうなんですよ。これはちょっとビールが あんまり、そうか、ビールね、やっぱりビール出てきたこの飲み口が、これすごいいいんですよ。いいんですけど、すごいいいんですけど、商品紹介みたいな。あーこれやばいね、ベロベロなるよ、それ。しかも見てください、ストローまでついてる。ビールをストローで、その量やば、なんかちょっともう聞いただけで酔っ払ってきた、今なんか飲んでもないのに。でもこれ、なんで会場で発売してないの？販売してました？でもそういうのいいよね。そうです、もうちょっとここがさ、ステップ薄いのとかがいいんじゃない？あ、そうですね。ビール美味しくない？そう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 。だからなんか、でもこれでビールの在庫やばくないですか？やばいね。それちょサイズがもっと小さいのがいいね。そう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 。めちゃめちゃ飲む人ありましたね。
いやでもやっぱ S ダーツさんはもう商品点数がもう、いやまあでもな、会場で使えるようにってなると、ジャパンだったりパーフェクトでも使う、でもこれキャンプとか持っていけるんじゃないですか。そうそうそう、キャンプとかにはキャンプ道具とか作ってくれるんですか。いや、違う違う質問が全然ダーツグッズでしょ。ダーツグッズですか。そういうことですか。何でも何でも使ってもらえる。だったらもう大変なことになるよ。そんなの作ってくれるならもう、ね、もう何点でも提案しますけど、僕はダーツに関しては、え、なんか意外と、わあ出た、出た、何にもないな、何不自由なくこうダーツをさせていただいているので、私はもうすいません、何もない、何もあ、違う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 模範解答違う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 違こだわりがなさすぎる。めちゃ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 提案した後にこんなに並んだ後にこんなにも並べた後にぬさーって、はい、あかりちゃんはちょっとあのね、私たちが言わないちょっと待ってもらって、考えて、考えましょう、いいやないですか。一旦ね、ちょっとなかったなんかもう今のジェラシーを覚えるぐらいの回答だった。面白すぎて、そう面白い、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、ちょっと、はい、ゆきちゃんは、うん、私は、うん、なんていうんですかね、ダーツケースを入れるポシェットじゃないかなって、ね、ちょっとしっかりめの、うん、え、会場どうしてるの。会場は、あの、あ、いや、タンブラーがあるんで、あの、いつもこじこじの手作業を持ってるんですけど、やっぱみんな手作業、ミニマックみたいな、そう、あ、そう、あ、じゃなくて手提げで持たなくてもいいバッグが欲しいの。でも斜め掛けにもできて、はいはい、腰にも巻けて、はいはいはい、みたいなやつが良くて、うん、でも、はいはい、トイレ行く時やっぱね、女の人はもうズボン下ろすから、なんかその簡単に取り外しもできるし、でダーツケースからいちいちこうダーツを取り出さなくてもいい、まあ、私は L スタイルプレイヤーなので、そのクリスタルワンがこうそのまま入れられるぐらいの、うん、そのもうほんとこんぐらいのこんぐらいのやつがいい、うんうん、やつが欲しいなっていう、あと、まあ、最近使ってその滑り止めだったりとか、うん、で予備のシャフトとか、うん、チップ、うん、あとまあフライトまでは別に入れなくてもいいんで、うん、でもっていうのがこういろいろ入るような、うん、わざわざその手持ちのバッグにこうパンパンに入れなくても済む、うんうんうん、そのバッグ、多機能みたいなね、みたいなのがあればいいなって。決定、かわいい、採用採用、間違いないですね、これはもう採用、ありがとうね。ここまでもう細かく決まってるからもう、はい、早いでしょうね。そうですね、あとそれ以外の、まあ、自分のなんだろう、私物じゃないけど、じゃあそれこそ携帯だったり、じゃあタバコとかもそうだし、まあ、小さい財布とかも本当こんぐらいの小さい財布とかが入るようなサイズ感のそのやつがあったらめっちゃいいのになって、うん、っていうのは思ってますね。やっぱそのバッグパンパンで、しかもタンブラーもその中からこうごちゃごちゃした中からこう取り出してって毎回こうやってると、毎回綺麗にして毎回しまって、出したらまたぐちゃぐちゃになってっていうのがすごく嫌で、まあ、でもこじこじが可愛いから使いたいなっていう部分あるんだけど、まあ、タンブラー片手であとはもう全部どこかについてるぐらいの方がいいな。ただどこかについててもトイレ行くのはちょっと楽な方がいいんで、こうワンタッチで外れるぐらいの方がいいなっていうのがあるんですけどね。めちゃめちゃ今頭を思い出したのでどう作ったらいいのか今多分計算してると思いますので、ほぼ採用されるんじゃないですか。うん、あざす採用です。ありがとうございます。採用。じゃあみんなにいい報告ができるように、はい、エズダーツさんの方からあればいいなって。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤマさんなんかキャンプグッズ以外で。今キャンプグッズ言おうと思ったの。だめ。ないな。何不自由なく。いや、本当に何不自由なく。やばい。させていただいてますので、本当に感謝です。カンコピダーツ界に感謝です。もうなんかそういうスタンプできそうだな。なんかないんですか、そのなんかダーツグッズ、うん、そのダーツ関連の中でこういうのあったらいいのになみたいな。
まあ、なっちゃんはそういう中だったんで、やっぱ自分はビール飲むのに、うん、なんかそういう冷たいものがいいなみたいな、飲みたいっていうのがやっぱあったりするから、ね、うわ、ないなないな、あれがいいんじゃないですか、どこでも寝れる枕とか。あー、でもちょっと待って、寝る回数が増えそうだからなんだそれはやめた方がいい。一瞬考えたけど、寝そうだ、いっぱい寝そうだからまたあの遅刻をしてしまうかもしれない。ああ、ダメですね。はい、ちょっと汗が出てきたんで、ちょっとこれぐらいで。あかりちゃん、あかりちゃん、うんうん、はい、あかりちゃんの番ですよ。あ、一個思い出しました。おお、いいですね。あの前に却下された商品なんですけど、うん、あの多分ゆきえちゃんとむくらさんにお話ししてると思うんですけど、ダーツを1本だけ入るケースが欲しい。言ってましたね。あのクリスタルワン L の、私も L のプレイヤーさんのプレイヤーなので、うん、L のクリスタルワンを使ってるんですけど、私はいつもあの会場はそのクリスタルワンにこうチップとかシャフトとかがジャラジャラついたようなだけで歩いてるんですけど、うんうん、これがもうちょいちっちゃくなったら嬉しいなっていうだけなんですけど、うん、あのみくるさんに言ったらそれはいらないって言われました、うん、なので1本ずつ3本入るってこと？あ、違います、1本だけです。予備の1本だけを入れたくて、 3本はだから、あ、予備を入れたい。いや、まあ、簡単に言うと 4本目が欲しいってこと。あ、そう、3本は常にコンティニューやってで、まあ、あの、そ、まあ、その時もみくるさんと話したのは別にそれ4本目がいるんだったら2セット持っとけよくないみたいな。で、あったんですよ、あの多分ますみくんが2セット持ってるんですよね、うん、試合の時いつも、うん、そのダーツ落としてもこういちいちこう取らなくてもいい、かがんで取らなくてもいいように、こう胸ポケットに 6本入ってるらしくて、でもうそうしたらいいじゃんみたいになったんですけど、あたりちゃんはでもコンパクトに持ち歩きたいらしくて、のとあと入れてる、うんうん、1本だけ入れてる時期もあったんですよ、うんうん、でも落としたやを取るときにこれも落ちるんですよだからもう二度でもあちゃあちゃってなって、やっぱ1本だけこうなんていうんですか、この隙間をあんまり取らない映像だとマジックみたいになるよね、2本刺さってるのにさ、うんうん、2本落ちたよねみたいなどういうことってなるよねそうあ、なんかでも却下になりました。却下になりそうやね今回だからだったらピンとこないもんだって俺らみんな、あ、一本だけこう4本目ねみたいな、ね、ちょっとなんか、まあ、キーホルダーぐらいの感覚でだったらまあいける可能性ありますけど、つけられないように本当に ちゃんとこう1本綺麗に1本だけ入るやつがだから可愛いなと思って、あ、そうそう、飾れるしね。でも3本あるんですよ、3本でワンセットだから1本飾ってなかなかないですよそうねまあだから1本ずつ入るケースの1個だけが取れて、もう自分は1個だけ使うぐらい、あ、そう、なんかこうカスタムできる感じだったらいいですよね、うん、あれ違うの、まあまあ、違うの、そういうことでしょ。3本がこう離せて、クリスタル1のケースがこうやって3本ずつ入るやつあるじゃないですか、うんうん、にあ、カシッてこうなってカシッて取れるみたいな、で違う、でも販売はでも3つセットよ、で1個だけ使えばいいっていう話、あー、うん、いいと思いましたけど、多分いらないんだいやだってどう頑張ってもダーツは3本使ってやるじゃないですか、3本使ってやる競技だから、うん、1本だけ販売するっていうのが、はい、ケースね、まあまあ1本はないな、ダーツ自体その3本セットで販売されてるわけじゃないですか、で1本だけ予備でこう入れておきたいってなっても、その1本、うんうん、なんか使い終わったやつとか、例えば本当に予備のやつ、なんかこうチップ変えるのもめんどくさい、シャフトボールだからさ、うん、もう一本ポッて、いや多分それうちらプレイヤーしかできないと思う、あそういうことね、一般向きではない、一般向きではないかもしれないけど、却下です、却下です、すいませんすいません却下です、はい、っていうですね、うまくまとまったんじゃないでしょうすいませんはい、ということで、はい、商品化楽しみにしておいてください、はい、以上です。皆様たくさんのご質問ありがとうございました。また S ダーツで募集した際は皆様ご応募お願いいたします。
ここからは今回のコラボバレルについてご紹介していきます。最初は5名中2と5名中2フュージョンについて、山さんとゆけいちゃんに聞いていきたいと思います。まず昨年に続いてのお二人のコラボですが、今年の始まりやきっかけを教えていただけますか？はい、はい、今年のってかあのコラボのってことですか？今回だから、なんていうんですか、5名中2のきっかけですね。わあ、覚えてるのかな。全然売れたからじゃない。違いますよ。違いますよ。ま、半分正解だと思います。半分正解。それはね、何の話か。何の話はあったよね。ワンの話は、まあ、あの私たちがいないところで、うん、まあ、各あのメーカーさんのお偉いさんたちがね、うん、この身に行ってる中でこう生まれた5名中ワンですね。存じ上げております、はい。2に関してはですね、昨年度の、まあ、ジャパンのアワードなので、うん、まあ、今年の3月ぐらいの高さかな、うん、とアワードの時に私もいたし、山さんもいた、うんうん、いたね、いましたよ。アワードの後に行った時にもつやりましょうっていう話があったんですよ。それを覚えて、やっぱすぐ忘れるんだよな。すぐ忘れるよ。そんな話した？いや、しましたよ。いや、山さんもいましたし、まだあの、ね、トリジの方も、スワッツの方も、ティガの方もいましたし、あと、ヤイマの方もいましたね。すごい記憶力出てきた、今思い出した。はい、すぐ忘れます、ね。はい、その時に2やろうみたいな話をしたんですけど、うん、まあ、結局その気づいたら2こんな感じです、お願いしますみたいな。そうね、あ、もう、ま、っていうのが急にもできなかったから、そうです、今回のごめん中2のきっかけというか、なんというかきっかけとはみたいな。完成までの、はい、完成までの道のりです、それが。はい、そうです。早い、出来上がった。早かったです。だいぶ飛んでる。早かったです。だから、まあ、去年出したのもあるし、そのまあ去年度はで、ワードの後のその話もあるし、うん、で今回そのゴメ狩りの話もあって一緒っていう感じですよね、うん、きっと。まあ、でもやっぱ、うん、なんかのコラボってすごいワクワクするし、うん、ね、前回のそのゴメチュのコラボ、うん、すごい反響だったから、うん、ね、うん、みんな嬉しいコラボです、ね、うん、いや、そう言ってもらえるならですね。忘れて、全く忘れておりました。はい、そんな感じで、うん、あの、まあ、きっかけっていうのね、うんうんうん、今年もやっちゃおうよみたいな感じのテンションで、うんうん、あの上のお偉いさんたちがやってくれたって感じですね。そうだった、そうだった。全然覚えてない。はい、以上です。はい、続きまして、スペックの方を教えてください。はい、5名中2の、まあ、通常バージョンとか普通の方が、長さが52ミリ、太さが7ミリの、重さが 22.6グラム で、5名中2フュージョンの方が、52ミリ、長さが52ミリ、太さが、7ミリで、重さが、フュージョンでちょっと軽くなるので、20.5グラムとなっております。何も補足することはありません。はい、あるんですけど、本当はあるんですけど、はい、前回の補足を自分でやりますね。前回のゴメチワンの時は、フュージョンの方が太かったんですけど、うん、今回は太さが変わらなくて、うん、重さだけが、変わる感じになりました、うん、はい、うんうん、これそういうことですね。はい、まあ、だからもう結構形はゴメスだね。そうですね、カットがテンプレ中で、まあ、やっぱもう長さ太さ重さをもう全部そっちに持っていかれる。外形上でここ中身ゆきえちゃん。
そういうことですね。そういうことですね。なんか今ちょっと合成できるんじゃない？ちょっと合成できるんじゃない？これ誰かが作るんじゃない？まあやつかな。でけえ作れた。去年ありました。去年ありました。ね、ああ。ヤンマじゃな、私の顔でヤンマさん、うん、私のフォルムでヤンマさんの顔。顔やったね。ヒゲ生えてたもんね。そうです。そうやったあった。ある。あったよ。そうです。ツイッターで、うん、あの、お客さんが、うん、なんか、お客さんが、面白がって、やってくれたのがあったんです、うん。これが本当のコラボみたいな。そう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 。ヒュージ、本当にヒュージをしました。今思い出した、それ。そうです、そうです。まあ、スペックは、まあ、でも去年のやつ、ちょっと覚えてないんだよな。うん、まあでも、フュージョンいいですよ、フュージョン。フュージョン欲しい。フュージョン欲しい。いい色もいいし。これ、ゴミチュ2の方の重量 22.6g って、この 10.6g って、なんか、これ、そうね。あ、やっぱ分かんない。いや俺のステークだ。これは、まあ、ティップ入れて 23g。0.4g なの。俺が使ってるティップが。そういうことなんですね。そう。だから俺いつも 22.6g のバレルを作る。すごい。こだわりですね。そうそう。23g。ありましたね、こだわりが。はい、あるじゃないですか。いや、もちろんもちろん。もちろん。もちろんこれは、あの、ゴメスにのあれ、こだわりだから、ね。はいはいはい。22.6 ってそういうことです。なるほど。ありがとうはい。ということです。はい。はい、続いてロメカリを紹介していきたいと思います。はい、あかりちゃんとなっちゃんに質問していきたいと思います。今年初となる、2人のコラボでございますけれども、きっかけとはですね、もうあの聞いてみたいなと。どうして2人がコラボしたきっかけを聞いてみたいなと思います。本当ですか？本当ですか？興味ありますか？めちゃめちゃ。あ、よかった。興味ありがとうございます。よかったです。聞いていきたいなと。きっかけは今年の初めのザオラルの、リカバリーネックレスのシグネチャーモデルの撮影の後の食事会だったんですけど、その食事会で、夏美ちゃんがバレル作りたいって言ってくれたのでっていうのが大まかなきっかけなんですけど、はい、あの、うん、細々としたのはなちみちゃんがお話してくれた。あ、全振り全振りしてた。まあ、あのね、ちょっとお休みでね、やっぱちょっと確かにそうですね、おなちゃんからそう、ね、話してる間なんかあかりちゃんからいっぱい聞いた気もするから、ね、確かに、うん、まあ、細々というか、まあ、本当に大まかな話、そんな感じで、で、なんか、もともと、赤井さんが使ってる、もともと使ってるバレルと、私が使ってるバレルの、なんか、好みというか、うん、共通点というか、スペックの好きな部分だったりとか、が結構似てる箇所が多かったのもあったし、うん、なんか、やっぱその、ゴメチュの、コラボ、やっぱその、選手としてもすごく楽しそうだなっていうのを、あったじゃないですか。うん、そうですね。うん。なんで、まあ、こういう風に、会えることもなかなかないからさ、ね、そう作ってもらったりとかできないかなって相談したら、はい、すごく早かったですね。やっちゃおうみたいな。実現するまでが。なんでそれ似てると分かったの？投げたの？ここで。あ、っていうか私が、結構、あかりさんのバレル、昔から、まあ、お客さんが、その投げてる人がいて。あ、そうか、そうか、投げてみたら。そうです、そうです、そうです。そういうことね。知ってたんだね。あ、そうです、そうです。てるもんね、で、なんかその撮影、前回の撮影の時に、なんか私はダブルリングカットが好きなんですけど、なんかその質問にあったんですよね。なんかそのバレルのこだわりってありますかみたいな。あ、その前回とか S さんで撮影した時のザオラルのやつの時に質問。そう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 。あ、そう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 。ツイッターの質問で2人の、まあ、バレルのこだわりってありますかってところで、こだわりというか、まあ、ここは、譲れないじゃないけど、ここが好きだよっていうのが、リングカットとダブルリングカットで、まぁ、ちょっと結構似ているというか、まあ、そういうのもあったから、まぁ、より、ね、なんかこう、コラボしやすいんじゃないかな、みたいな、したみたいな、みたいな。やってくんないかな？そう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 。っていう、完全に私がコラボしたい、みたいな。っていう感じでしたね。でも、あかりちゃんは使うっていうね。え、私も意外と投げてますよ。あ、そうなの？はい、投げてます、投げてます。一緒だね。
すいません、嘘つきました。なんか言った方がいいかなと思った感じだったから。二人とも投げてるの？投げてます。私もちょっと後々は試合でも使っていきたいなと思って、うん、はい、鳴らしてる感じです今。そうですね、うん、ね、あのスティールも作ってもらったって。そう、スティールはあの販売にはならないんですけど、あの残念だな。そう、作っていただいて、スティールに関しては結構もうずっと触ってる感じだったので、はい、ありがたい。めっちゃ投げやすいバレルになります。馴染めば馴染むほど投げやすいバレルです。うん、そうですね。そういうことはできないよね。そういうことができないね、俺らね。結構開けた瞬間からもう馴染む感じの完成度なので、あ、なんかちょっとずるくないですか？開けた瞬間がないからな。そうか、すごいな。あ、っていうコラボ日は、うん、ちなみにスティールは使ってない。スティールはちょっと自分のやつを使ってます。うん、はい。でも言うほどまだスティールをたくさん投げてるわけじゃないんで。ああ。っていうのがきっかけになります。はい。それではスペックを教えていただけますでしょうか。はい。はい、ロメカリのスペックは全長、44ミリ。最大径が 7.2 ミリ、重量が 18.5 グラムとなっております。うん、はい、はい、なってます。なってます。それ一緒？その自分が使ってるの？使って、今？うん。その自分の、そう、バレルと。はちょっと違います。うん、私の元々のモデルは40ミリなので4ミリ長くなってるの。うん、重さは？は、一緒です。 18.5 で、最大径が 0.2 ミリ大きくなりました。こっちが、こっちが、なんでこうそうそう、大きくなってるのかな。あ、そうですね、まあ、長いから小さくなってるはずですね。うん、まあ、でも全体的な、なんかシルエットというか、うん、まあ、外径は、うん、ロメロに近い、うん、で、そのカットの部分が、あかりさんの、うん、上の、カットの部分もこう、こうなってるんですけど、うん、こっちの上の方があかりさんで、うん、下が私の部分みたいな感じになってます。前も何回も話したろみたいな。やばい。すごい新鮮なリアクションしてごめん。3回ぐらい。今日で4回目ですよ。めちゃめちゃ今聞いてただから。そうなんだ。そうですね、そうですね。もう完全に、まあ、そのゴメチューで言えば、ヤンマーさん。外観が、あ、そう、外観がおのっちゃんで、中身あかりちゃんだ。そうですね。あ、それが出来上がるんだ、多分誰かのツイッターっていうこと。そうだね、そうだ、うん、確かにそういうことだね。テンション上がってる。じゃあぜひとも見てみたい。あ、ぜひとも見てみたい。はい、そんな感じ。じゃあ、こんな感じのスペックとなっております。はい、ちょうどですね、今回、あかりちゃんがパーフェクト優勝、はい、土曜日で、おなっちゃんがザ・ワールドのレディース優勝、うん、最高のタイミングでございます。こっち側はこっち側ないここだけね、ここだけこっち側最高のタイミングが訪れております。ちなみに、ちなみにヤマさんはワールドどうだったんですか？ですね、ベスト8でございます。おお、すごい、いや一緒ですね、ベスト8で8 いや悔しいよね、あのファットブルで負けるのってね。外したな。外した。はい、ちょっともう進んで。はい、すいません。あ、そうです、優勝です。ありがとうございます。ありがとうございます。タイミングバッチリで。演技のいいバレルです。です、ね。今回のラインナップですが、通常版とスタッツ限定版の、2カラーと展開となっております。はい、ゴメチュ2の通常版の方は、前方にレインボーが入っていて、S ダーツ限定版がブラックベース。だから、通常版の普通の方が、こう、レインボー、前方、あの、下の、ね、三角がある方が、レインボーで、S ダーツ限定版の方が真っ黒。その三角の部分がブラックベースになっていて、フュージョンの方が、チタンの部分
が色が違って、通常版の方が、ブルーとグリーン、グラデーションで、S ダーツ限定版がパープルとイエローのグラデーションになっております。ロメカリ通常版が前方にレインボーが入っていて、 S ダーツ限定の方は、ブラックベースカラーになってます。スペックは一緒なので、お好みのカラーを手に取っていただければ嬉しいです。皆様よろしくお願いします。今年はやっぱ花火見に行ったんで、家族で、まあそれが、絵日記ですね。家族全員の夏休みの宿題の絵日記のためにみんなで花火に行きました、はい、ありがとうございます。今年の思い出、今年の思い出はだらだらで遊んだこと。だらだらでプール入ったり、バーベキューしたり、みんなで遊んでました、ずっと。はい、今年夏の思い出ですよね、はい。ダーツ祭りです。わ、楽しかったです。やられた。楽しかった。違うんです。それぐらい家から出ないので。あのダーツ祭りが今年の夏の一番の思い出です。はい、はい、でも本当夏だからとかあんまないかな。そうですね。でもやっぱ夏、でも今年の夏やっぱワールド優勝できたんで、めっちゃ特別な年になりましたね。ダーツの思い出話してる、ダーツぐらいしかしてない。ここに差が出たな。やっぱここで壁ができる。いやほんとダーツぐらいしか全然してない。花火とプールだからね。ダーツしかしてない。花火とプールとかバーベキューしたみたいな。それはちょっと差が出たの。いやもちろんですよ。もちろんやりたいです。もちろん。あの半年に1回 2.5 出してもいいですか。2.5 ね。ずるいこと言ってきた。コラボはもうそりゃできたら一番いいですよね。もうなんかメンツが増えるともっと面白そうだなって思いますけどね。この1年に1組ずつ増えるみたいながあったらいいな。対抗戦で、うん、いや負けそう。コラボはい、ラボ、はい、もうぜひ来年も、はい、あのできたら嬉しいなと思っております。はい、なんだろう、バレル以外でも何かコラボができたら面白いなと思います。いいですね。確かになんか、ありがとうございます。はい、すいません。コラボはもちろんやりたいんですけど、でもこのコラボ誰得って絶対私得でしかないと思うんだよなと思ってて、いいんですかね、こんななんか贅沢なコラボ。来年も再来年もお願いします。この後何人が変わる。そうですね、ちゃんじゃわかんないけど、ちゃんじゃ、ちょっと海鮮食べたいですね。海鮮かな。海鮮ってちょっと暑いからですね。ちょっとこう冷えたビールかレモンサワーぐらいが飲みたいだけじゃないですか、これ。行きたいです。ありがとうございます。では続いて伊勢さん。食べたい、今日食べたいものです。焼肉かお好み焼きか、結構がっつり、しゃぶしゃぶがいいな。でもヘルシーに、そう、暑い暑いはじゃあ寿司でいいよ。
ジャース。何でも食べたいです。ありがとうございます。はい。正直に言ってもいいですか。ホテルで休みたいです。かわいい。帰りたいです。すいません。疲れましたよね。そりゃあね。何が食べたいかと言われたら、焼肉。食べたい派で言うと焼肉が食べたいです。本音はゆっくりしたいです。ありがとうございます。はい、すいません。めっちゃ大変本音出てます。いやった。とりあえずビール飲みたいですよね。絶対言うと思ってた。いやもう暑いんで。暑いね。今日は絶対ビールでしょ。ね。ね。ねとか言って私ビール飲めないから。いやもうビールで飲みたいです。買ってね。はい。皆様ここまでいかがでしたでしょうか。動画の説明欄にスターツのリンクがありますのでチェックよろしくお願いします。ヤンマーさんのクーポンコードヤマダサンド、私のクーポンコードゆきえゼロとあかりちゃんのクーポンコードあかり0046、はい、なっちゃんのクーポンコード723、いずれかを使ってお得に手に入れてください。 S ダーツの実店舗である池袋店、錦糸町店、そして台湾にある台北店でも販売しますので、お近くの方はぜひそちらでお買い求めください。動画の高評価、チャンネル登録、温かいコメントの方もよろしくお願いします。以上、 S ダーツオフィシャルプレイヤーの山田裕貴とS ダーツアンバサダーの坂口恵と、 S ダーツオフィシャルプレイヤーの大城あかりと、 S ダーツアンバサダーの岩田夏美がお送りいたしました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。